いちご白書。中学2年の夏、すごくいい映画だから見た方がいい。美大に通う兄を持つ友人はそう勧められ私を誘った。それがいちご白書。ラストに流れるサークルゲーム、作詞作曲ジョニー・ミッチェルを聞きながら私は唖然としていた。感動で涙が出るんだと知った忘れられない映画である。映画前編に流れるニール・ヤング、ジョン・レノン、ジョニー・ミッチェル、クロスビー・スティルス・ナッシュ・アンド・ヤングの曲は1970年代の繊細さを感じさせ、映画の中で語る音楽を初めて認識できたのもこの映画だった。1960年代後半から起こったシュテューデント・パワーと呼ばれた学生運動は、中国の文化大革命、フランスの五月革命、日本でも全教頭運動などがあり、アメリカではコロンビア大学紛争があった。映画の原作は、当時のコロンビア大学生が19歳の時に綴った日記形式のノンフィクション。ノンポリ派のサイモンと恋人リンダを中心に大学紛争を描く。ただのゲームより闘争こそ真実よと恋人に言われ、サイモンは今までの自分にはなかった角度で大学や社会を見るようになる。傍観者ではいられない理不尽な状況を見て、学生運動にのめり込んでいく。遊園地を軍事施設に建て直すことに反対した仲間たちと大学を占領し、行動でエンジンを組む。床を叩きながら皆で歌うのはジョン・レノンの Give Peace a Chance、 平和を我ら。機動隊が突入。催涙ガスをまき、学生を棍棒で殴る。武力行使によって彼らを強制排除する。自分のことだけでも頭も心もいっぱいの中学生は、自分以外のことに心を砕き、社会問題を定義し、平和を願い、それと戦うアメリカの大学生がとてもかっこよく見えた。彼らの行動を権力と武力を使って阻止しようとする大人イコール体制に理不尽さを感じて悔しかった。大人って汚い、大人ってずるい。中学生の少女がそう感じるのに十分だった。今、大人を何十年もやって、その悔しい心は年月を超えて生き続けているか。仕方がないね、そんなもんだよと脇尻顔で諦め、素直な感情に目をつぶってはいないか。
遥か忘却の彼方に置いてきてしまった大事なものはないか。ラスト、恋人が機動隊に殴られ連れて行かれる様を見て、そこに向かってダイブするスローモーション、そして音楽。季節は何度も巡る。時という回転木馬に乗せられたまま、もう戻ることができず、ただ自分の通ってきた道を振り返るだけ。